さあトーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。まずは、おーっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと速い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでカブトプスの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあここで、おーっとこのポケモンではまずかったか。あーっと一撃で倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでジグダの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで冷凍パンチ、狙い的中。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。さあまずは、おーっとこのポケモンではまずかったか。さあこちらは、よし当たった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ今度は来た。ここでダウンです。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでバリアードの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さあここでまずまずの当たり。ここで防御力をアップです。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれはいい当たり。さあこの場面です。よーしヒット。さあ熱いバトルが展開されております。ここで体力回復だ。さあ今度はよし。さあ激しいバトルです。ここで体力回復だ。さあここでいい感じの当たり。両者とも大健闘です。さあこれはよし当たった。あーっとダウン。さあ使えるポケモンの数に差がついている。
ここでヤドンの行動だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあこの場面で弱点をついた。おっと、地球に戻ったぞ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでヤドラムの登場だ。さあ今度はまずまずの当たり。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで地震攻撃、よしヒット。おーっとダウンだ。ここで試合終了。参りました、ファイナルバトル。果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。さて、あー、鋭い当たり。さあ対するは急所を捉えた。両者とも大健闘です。ここで地震攻撃、いい感じの当たり。あっと勝ったか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでウィンディの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、おーっとこのポケモンでは負けちゃったか。おーっと地球に潜ったぞ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。バトルの姿勢に移って、おっとここでポケモンをチェンジです。ここでヤドラムの登場だ。さあこれは急所にヒット。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。今度はよし、あーっと何をやっている、ダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでギャラックの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあここであまり効き目がありません。おっとここは動けません。さあ熱いバトルが展開されております。
ポケモンがモンスターボールに戻ります。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。これはどうだ。効果は抜群だ。